てはね、これはまあ知り合いからのやつですね。知り合いからの修理依頼です。組み立て依頼かな。当チャンネルは無職のおっさんが有り余る時間をフルに使い、自分の興味に貪欲に取り組むチャンネルです。多趣味道無職でどれだけその道を突き通せるか、破産まで続けるつもりです。今後もいろんな興味、そしていろんなことやっていきます。興味がある方、チャンネル登録、通知ボタン、おまけにグッドボタン、よろしくお願いします。では行ってみましょう。うまくいくといいね。うん、おーいいね。大丈夫そうだな。大丈夫そうだ。NH35 で組んでるらしいから。ちょっと待って、ちょっとね、反対についてるな。坂口ちゃん、反対についてるわ。でついてるな。右側で、このままちょっと抜こう。針が反対につけちゃってるから、このまま抜きます。深々入っちゃってるな。ちょっと待てよ、これはなかなか厄介だ。おーしゃ、危ねえ。うまくまあ外すことができました。これ反対につけちゃうと文字盤にピタッとくっついてしまうんですよ。そうすると針抜きが隙間に入らないので、まあこういった方法を結構取ったりします。まあ傷つかないように注意ですけどね。そう、ここの文字盤を止める足のビスっていうのかな、ここね、新品のムーブメント買うとこれ付属されてるんですが、この装着が意外と難しいです。これ支えながらっていうのかな、親指で支えながら、そう、そしたら文字盤を乗せていきましょう。でまあこれはミオタ 821A ですね。 821A ミオタ専用のスペーサーになります。なので必ず専用スペーサーを使ってください。まあムーブメントを買った時に同封されてますので、それを使えばいいだけなんですけどね。ちょっとまたここで一つ問題が出てきました。隙間わかるかな。隙間あるでしょ、ほらここ、反対見ればわかるか。ここなんか変だなと思ってたら、これだ。この隙間がなんか変なんだ。ほら、ここわかるかな。これこれこれ、見える見える見える。これ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 。なんか変だなと思ってたんだよ。これだ。そう、文字盤の抜きが若干あったんです。なんかおかしいなと思ったんですが、針をつけたとき。これですね、見ていきましょう。これ要はあれなんだよね、文字盤が種類によって使い分けれるっていう文字盤だから、足を折るんだけど折り切れてない。これこれすごい大事だから、折っただけではこれ邪魔します。これこれね、邪魔するんだよ。これからやる人気をつけてください。これ必ず損落とします。これね、このままじゃダメだからね。今みたいな不具合起きますから。そう、まあエト足って言うんですけど、まあ文字盤の足ですね。あれをね、綺麗にしちゃいましょう。あそこね、
どうしてもスペーサーに絡むと浮きが生じます。そうすると針があとケースに入れた時ですね、そのマキシンが斜めに入ったりとか、でその若干の浮きなんですが、それを全てなくす、かなり綺麗にしてください。相当綺麗に削り込んでください。見えますかね、かなり綺麗にね削り込んだんですが、ああやってまあ綺麗に削ることが大事です。今ね少しじゃあ拡大してみていきましょう。必ずこうやって落とすんですよ。そうこういう感じ、相当綺麗でしょうね。もうねバリがない感じです。バリを綺麗にしてください。そうしないとこの文字盤の浮き発生します。この文字盤の浮きってかなりね、なんていうのかな、不具合を起こす原因になります。インデックスとの針の干渉なんかはね特に起こりますので、ここ気をつけてください。必ずピタッと文字盤とスペーサー、そしてムーブメントピタッと装着するっていうのは大事です。ここまでくればね、普段と同じ作業ですね。どん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 先へ進めていきましょう。ここまで来ればもう完成ですね。でまあテンポイントダイヤのモデルは特にあのインデックスのその高さっていうんですか、そのダイヤによるその高さが問題になってくるので、貼り付けの場合、針をつける場合ですね、必ず注意が必要です。少し斜めっぽくつけるというか、そういったことが必要になる場合もあります。このパターンもそうでした。ちょっと針がね干渉するので少し斜めにつけてあげるというか、そういった場合は特にそのケースに入れた時ガラスとの干渉も生まれてきますので、そこがその非常にこの調整というのが難しい、高さの調整が難しいのでね、そこら辺は注意してください。ということで今日はね知り合いからの依頼でしたが、ちょっとねこのまま稼働テストに入っていきましょう。
ということで今日の依頼はちょっと知り合いからですね、知り合いからの依頼でして、まあ、自分で組む方なんだけど、ちょっと初めて組むという方でね、ちょっとまあチャレンジしてみたけど途中で組めなくなったということで、俺のとこに依頼が来ました。要は針が反対についてたんだよね。針っていうのはちょっとこうちゃんとつけると隙間が生まれるように、文字盤との隙間が生まれるようにになってるんですけど、まあ奥までグッと入れちゃうとこうピタンとくっついちゃうんですけど、こうやって反対につけちゃうとこうピタンとくっつきやすいんですよね。でまあ、そういった症状がありました。意外とこの針ね、裏表俺も老眼なんでわかんないですけど、こうやってループでこう確認しながらね見ないとわからない時とかもあるので、やはりこれループですね、ループで必ず確認しながらつけた方がいいですね。でまあ、ああやってこう文字盤にピタンとくっついてしまってる時、針抜きがこのね隙間に入らない時があるので、ああいった時はこう文字盤ごと抜いちゃうっていうこともします。まあ、文字盤と、針の間にこう薄い紙なんか挟んだ時、挟んだ方がいいかもしれないです、うん、文字盤に傷がつきますからね。まあちょっと大丈夫そうだったのにそのままスポーッと抜きましたけど、結構意外とああやって負傷を取ったりします。結構荒療治があるよね、時計もね。まあ仕方ないですけどね。でまあすんなり抜いてあげ抜けてあげて、あと今日の注意ポイントとしては、文字盤でね、文字盤の足、糸足って呼ばれるやつですけど、このあれね、新品で買ったりすると足が4本ついてたりします。例えば2813用とか、あとはね2太用、あとは2836用とかって、こう足がちょっとね汎用性がある文字盤だとそういったのがあるんですよ。文字盤についてる足を2箇所カットしないとダメなんですが、カットの残りはねバイトして残ってしまってる場合、ああいった場合も綺麗に削り落としてあげることが大事です。あそこのこの文字盤と文字盤とムーブメントのこの隙間が生まれるんですよ。そうすると針の付き方がいまいちだったり、リューズがちょっと斜めに入ったりとかっていうことも起こりますから、あの文字盤の足ですね、必ずきれいに折ったところは必ずきれいにカットしてください。削り落とすっていうのかな、まあ俺はリューターで削ってますけど、まあ、手だとなかなか厳しいですけどね、手だとなかなか厳しいけど、うん、そのやっぱりスペーサーとの兼ね合いもありますから、必ずきれいにカットすることが大事です。でまあミオタ、今回はミオタ 821A でしたけど、ミオタはミオタのスペーサーが買うとね付随されて付属されてますので、それを必ず使いましょう。文字盤にねちょっとねポッチがあるんだ、あ文字盤じゃないや、違うムーブメントにね2箇所ポッチがあるんだよね、 821A ミオタ系は。その文字盤と、あ違うムーブメントにポッチがあって、そのムーブメントのポッチにこうスペーサーがスポッとはまるようになってるんだよね。なのでそのまあミオタ用の必ず付属されたスペーサーを使うっていうのが大事です。そうしないと また若干文字盤とのこの浮きが生じたりしますので、ね、そこ注意してください。ってことで今日はちょっとね、知り合いからの依頼でした。意外とこうチャレンジしてできなくなったっていう人もね結構今俺のところにね依頼する方結構こういう方もいます。うん、まあ普通の時計屋さんとか車屋さんとか特にそうだけど、途中でやったものとかって嫌がられるよね嫌がれる。でも俺はね別にそんなことはないですから、もう途中でできなくなったものはちょっとね途中でじゃあこれ助けてくださいって助けを求めてください。俺が思ってるのは何より自分にやってみることが大事ですから、それでまあねいろいろこうまたこう発展していきますから。でまあやってみてダメなものはダメですし、時計ってねやはりね小さいです、ものすごく小さいので、やってみたところでできないっていうのは多々あります。こればっかりやっぱりね向き不向きっていうものもありますから、まあ1回目チャレンジしてみてやっぱりダメだなっていう人はやっぱり頼んだ方がいいです。やってみるのは1回やってみてね、こういろいろチャレンジしてみるのも大事ですから、ちょっとそこだけ注意が必要ですね。1回チャレンジしてみる、でダメならまたね依頼を受け付けておりますのでね、一回チャレンジしてみるのも大事です。まあ一回チャレンジしてダメだったらまあどんどん人に頼んだ方がいいですけどね。やっぱり小さいですから時計って、特に小さいのよ。だからそこを慣れっていうのはやっぱりね、やっぱりあるよ。うん、人間向き不向きありますからね。ダメだなと思った方はこう依頼をどんどんねくれても構いませんから。ってことで今日は知り合いからのね依頼でした。ちょっとまあ何点かの注意ポイントだね。自分でやる方はここが大事だよっていうのが
まあ、ご紹介になりましたけど、必ず足、文字盤の足ですね、で針の向き、定規の逆さまについてないか。で今回は、まあ、テンポイントダイヤ、インデックスがダイヤになってるやつは、ダイヤっぽくのダイヤの、ね、あれがついてる場合はインデックス自体がでかいです。そうするとそのインデックスに針が当たるので、その辺のかわしもかなり注意が必要ですからね。こう斜めにつけるんですよ、針をちょっとこう斜めにつけるとかね、そういったこともちょっとしながらやらないとダメな感じも出てきますのでね、注意が必要ですけど、ぜひチャレンジしてみてください。ということで、こういった日々の作業はね、インスタ、ツイッター、そちらによくアップしております。そちらのフォローもよろしくお願いします。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。See you.